NHK ネットクラブは日本放送協会がインターネット上で展開していた会員制汎用サービス。2009年10月27日に NHKID と NHK オンラインメンバーズの2つのインターネットサービスを統合させる形で開始。放送法の関係で独立採算となっている NHK オンデマンドと異なり、あくまでも放送サービスを補助する手段である。 したがって、基本的なサービスの内容としては、番組情報の先取り告知や、一部番組の観覧応募といった程度のものに限られている。これに、会員限定のイベント実施、番組への優先参加権付与、独自のポイントサービス、さらには契約関係手続きでの優待などを加え、視聴者の便宜を図るとともに、NHK 受信料収納の確実性を高める、狙いもある。 NHK の2011年2月4日付報道発表によると会員数は同月に100万を突破している。2019年8月27日に2019年11月30日をもっててすべてのサービスを終了すると発表した。まず9月30日をもって新規会員登録グレードアップ手続きイベントお知らせメールの配信イベント 番組観覧申し込みのプレミアム会員としての応募、展覧会等のクーポンダウンロード、NHK アーカイブス会員の新規登録を終了。ついで11月30日をもって、残りのすべてのサービスを終了した。登録は、PC、インターネット機能搭載の携帯電話いずれかで、可能であり、登録、会員利用における対、NHK の経費は、一切かからない。ただし、 NHK 受信料支払いの有無により以下の区分がある。ネットクラブの会員になると次のサービスを受けることができる。また、各番組サイトのサービスがネットクラブとの連携により拡充されつつある。2011年11月時点で以下のような番組サイトやコーナーでネットクラブの会員向け専用ページやサービスを展開しており、 対応ページが着々と増えてきている。NHK ネットクラブサービス終了のお知らせ日本放送協会2019年8月27日。ありがとうございます。